はい、やってまいりました。前田工房のクラフト万歳ギタチャレ181日目でございます。そして今日は6月30日、6月最終日ということで、半年達成でございます。やりました。はい、1月1日に始まったこのギターチャレ、ついに、6月30日をもって半年、達成でございます。毎日、とりあえずひとまず、半年は毎日練習してということで、よく頑張ったと思います。自分を褒めたいと思います。はい、そして、ね、いつも見てくださってる、ごくごく少数の皆様方、本当にありがとうございます。とても、嬉しく思っております。このね、少なくとも、10人近くの方が、毎日、10人近いのか分かりません。もしかしたらね、5人の方が2回見てくれてるのかもしれません。それちょっと定かではありませんが、10前後の、皆様が見てくれてる限り、これをね、あと残り半年続けて、うまくなりたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日も練習していきたいと思います。今日もね、魂の歌です。今日まではね、魂の歌でいきたいと思います。来月というか7月からはね、またちょっとまた考えますが、はい、それではいきます。ボリュームを気にするとちょっとできないんですよね。綺麗にね、音を出すっていうのを頑張りたいんですよね。
ちょっとでも歌に意識がいくと、こっちができなくなる。ダメですね。ダメですね。鼻歌でもこれだもんな。Thank you.
さあやってみたいと思います。音でいきます。これどうすんだろう。弾くのかなやっぱり。で、むずいな、これどうやって弾くんだろう。あ、難しい。違うのかな。このままかな。これだったらいけそうだな。でも、一個気になったのは、これと一緒に、音ここなんだよな、の音が入ってたな、今。ほら、強くこれが入ってる。これだ。これだ。っていうことは、いや違う、他は上がらないから、また一個難しくなっちゃった。
こだけこんなピンポイントなのかな。もう一回一番で早いね、やっぱね、曲やるとね。なんで？Thank you.
でよしラスト今日これやって終わりたいと思います。だからそうすると、達成プラス6月最終日ですが、こんな感じで終わっていきたいと思います。別に対して何が、できたわけでもないんですが、はい、いやまあちょっとね、あと半年、続けたらどんな変化が生まれるか分かりませんが、まあとにかく、一生懸命毎日続けていくということを、大事にしていきたいと思ってますので、引き続き僕の成長っぷりをね、楽しんでいただければと思います。はい、そんな感じで、今日の練習は終わりますが、チャンネル登録の方お願いいたします。それから、いいねやコメントも、お待ちしています。はい、こんな感じで、今日の練習も終わりたいと思います。明日7月1日からも変わらず普通に練習していきたいと思います。それでは終わります。さようなら。